皆さんこんにちは、イメゾウです。今回は水星の魔女について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの完成考察などを投稿しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということでね、水星の魔女第5話を見てちょっとね、一つ疑問というか、説が浮かび上がってしまいました。それがですね、エリーとスレッタが、兄弟姉妹なんじゃないかなということでございます。プロローグをね見た皆さんならわかると思うんですが、女の子だった4歳のねエリーちゃんと今の主人公であるスレッタ・マーキュリー、16歳っていうのはなんか名前が違うんですよね。なんで名前違うんだろうなーって多分みんな思ったと思うんですよ。でも普通に考えたら、その魔女、今ね禁止されたガンダムの技術を操っていた魔女と呼ばれる女の子の存在っていうのは隠さなきゃいけないべき存在だから、バレるとまずいから、スレッタの安全のためにも、名前を隠して普通に学校生活を送ってほしいからっていうね、母の思いから、名前をね変えてやってるのかなと思っていました。説明はされてないけど、そういうふうに、やってるんだろうなっていう解釈でね、見るようにしてました。この公式サイトの方でもね、ゆりかごの星っていう小説があったので、それを見る限りでは普通にエリーが成長した姿がスレッタっていう風にね読み取れるんですよね。でも一つちょっとね、やっぱ疑問がそれでも残ることところがあって、それっていうのは周りの人が年を取りすぎてるんですよ。普通に考えたら12年の出来事なんですけども、周りの人がね、いいおっさんぐらいの人がおじいちゃんになっちゃってるんですよ。もうなんか40年50年ぐらい経ってるんじゃないかなっていうレベルの話で年を取ってるんです。この水星の魔女の世界観的に、外見を変えるような手術だとか技術っていうのはすごいもうできてる、確立されてるとは思うんだけど、でもそれにしてもね、みんながおじいちゃんのふりするのもよくわからんし、12年でね、そんなみんな揃って同じようなね格好にするかなって言われると、いささか疑問なんですよね。なんか おかしいなっていう疑問、なんかおかしいなって思いながらずっと見てたんですけども、そこを、でも今回の話でこのスレッタが占いをするしてもらうところがあって、そこでね、あなた兄弟がいるんじゃないのって聞かれるんですよね。でスレッタは、いや兄弟なんていませんけどみたいな、エアリアルのことかなみたいな、ちょっと本当分かってない様子、この子も性格的に嘘をつけるような感じじゃないので本当に分かんないんだろうなってところだったんですけども、待てよと、もしエリーとスレッタが別人でこれが兄弟だとしたら、全部つながって全部説明がいっちゃうんじゃないのって思ってしまったんですよ。そのエアリアルっていうのは今回分かったことなんですが、登場者に普通ガンダムっていうのはこの強いんだけど、操ると操縦するとその操縦者に負担がかかってしまって、廃人みたいな人がいっぱい出てくるから強すぎて、そういう強すぎるし、そういうのも出るから人体の影響が大きすぎるから禁止しようねって言って禁止された兵器なんだけど、なぜかスレッタっていうのは副作用っていうか呪い影響が出てないんですよね。今のところそういう描写がないんですよ。これっていうのは今回エランが乗った時に判明したんですが、エアリアルが全部この呪いをクリアしていた、受け負っていたっていうことが分かったんですよね。普通だったら、エアリアルの反応性っていうのは、有機的なものだし、もし人がそれでも乗ってたとしたら即死レベルの、とんでもない負担がかかっていますよって言われてるんですけども、これがね普通にエリーがやってたとしたら、エリーがもう死んで AI としてエアリアルに入ってたとしたら、それの条件全部クリアできちゃうんですよね。エリっていうのは4歳にして初めて動かしたガンダムを超天才的に動かして敵をバッサバッサと投げ倒すほどの実力と才能、テンプの才能の持ち主なんですよね。そんな子がね AI になってたとしたら、もうすでに死んでるわけですから、いくら即死レベルの反応が影響があったとしても問題なくて、でファンネルもバンバン操れると、しかも兄弟だとしたらその、エリーがスレッタを守ってくれる理由にもなっちゃうから、これがもし全部母の思惑通りだとしたらめちゃくちゃ怖くないですか。あのお母ちゃんがこの4歳の自分の娘のエリーがとんでもない天才だと気づいた時に、この子を使ったら復讐できるって思っちゃったんじゃないかな。それでなんとか説得して自分の子をね、エアリアルの AI として
中に入れて兄弟を作ったのかクローンなのか人工超完璧な強化人士なのかもしれないんだけど、スレッタという人物を生み出して母の復讐の道具としてね今動いてるんじゃないかなって思うんですよね、全部繋がってますよね、ちょっと未だにねこのファンネルを操縦してる時のスレッタの多分表情とか顔のシーンっていうのは描かれてないので本当にそのね影響が出てるのか出てないのかっていうのは分からないんですけども多分出てないと思うんですよね。あえてそこを映してないっていうのがちょっとやっぱり違和感なので、公式のねこのゆりかごの星は全部ブラフで、俺らをね公式が騙そうとしてるんじゃないかなと、そう勘ぐってしまいました。はい、ということで以上水星の魔女の、考察でございました。このチャンネルではね水星の魔女の動画毎週投稿しておりますので、よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。